どうしてわからないの？ただでさえ余裕がないのだから。魔女だけを狙いなさい。うるさい。大きなお世話よ。もうソウルジェムも限界のはずよ。今すぐ浄化しないと。使いなさい。今度は何を企んでるのさ。いい加減にして。もう人を疑ってる場合じゃないでしょ。そんなに助けられるのが嫌なの。あんたたちとは違う魔法少女になる。私はそう決めたんだ。誰かを見捨てるのも利用するのも、そんなことをする奴らとつるむのも嫌だ。見返りなんていらない。私だけは絶対に自分のために魔法を使ったりしない。あなた死ぬわよ。私が死ぬとしたら、それは魔女を殺せなくなった時だけだよ。それってつまり用済みってことじゃん。ならいいんだよ。魔女に勝てない私なんてこの世界にはいらないよ。ねえ、どうして？あなたを助けたいだけなの。どうして信じてくれないの？どうしてかな。ただなんとなく分かっちゃうんだよね、あんたが嘘つきだってこと。あんた何もかも諦めた目をしてる。いつも空っぽの言葉を喋ってる。今だってそう。私のためとか言いながら本当は全然別のこと考えてるんでしょ。ごまかしきれるもんじゃないよ、そういうの。そうやってあなたはますますマドカを苦しめるのよ。マドカは関係ないでしょ。いいえ、何もかもあの子のためよ。あなたって鋭いわ。ええ、図星よ。私はあなたを助けたいわけじゃない。あなたが破滅していく姿をマドカに見せたくないだけ。ここで私を拒むなら、どうせあなたは死ぬしかない。これ以上マドカを悲しませるくらいなら、いっそ私がこの手で今すぐ殺してあげるわ、ミキサヤカ。正気か、てめえは。あいつを助けるんじゃなかったのかよ。話して。なるほどね。こんな風にとっ捕まったままだと、あの妙な技も使えないってわけか。